和島市では、市内を巡回する無料バスの運行が始まっています。巡回バスは、河合方面や河野州方面など5つのルートを運行し、いずれも市立和島病院を発着します。当面はいずれのルートも平日に1日3便の運行を予定しています。詳細な運行ダイヤは、和島市のホームページなどをご覧ください。 奥の都と避難先などとなっている金沢市を結ぶ特急バスが運行しています。乗車は被災者とその親族が優先で、運賃は1月25日からおよそ1ヶ月間無料です。続いて、役所の手続きのこと、お金のこと、医療・健康のこと、被災者が何でも相談できる総務省による災害専用フリーダイヤルです。 電話番号は、零一二零七七六一一零。零一二零七七六一一零です。続いて、被災した家族を安全なところへ避難させたいなど、二次避難についてのコールセンターです。零一二零二六六七五五。零一二零二六六七五五番です。午前九時から午後六時まで対応しています。 続いて被災した事業者の相談窓口です。経営相談、補助金、雇用維持などに関する相談に対応します。電話番号は零一二零三三零九五五零一二零三三零九五五対面による相談は県工業試験場1階となります。